神林になんか小さなギャラリーがあったらいいなと思っとった時で、ちょうど神林はあの民家っていうか蔵が必ずありますのでね、ちょうど蔵ぐらいの大きさでそれがギャラリーになったらちょうどその神林にはぴったり合うなと思って、それを頭で思っていろいろ探してたんです。そしたらここの佐々木さんとこの蔵の中でギャラリーをやってるっていうのを聞いて、ほんで訪ねてきたわけなんです。で最初に来た時に、帰った時に正面にオードリー・ヘップバーンの絵がパッとこう目があってね、それでもう感激して、もっと大きなやつやけど、だからハガキサイズじゃない大きなやつ、それで感激して、ほんで蔵をずっと見渡したらハガキサイズのが何百枚とこう展示しちゃったわけなんです。そこでびっくりして、よく見たらすごいこと書いてあるんだけど、それでびっくりして佐々木さんに会うということになったわけなんです。でそれを去年気まぐれギャラリー岡橋っていうところでお願いして展示したら反響がすごく良くてね、たくさん見学に来てくれたんです。それがあったので今度綾部の方の軍勢スクエアの集い蔵でやろうかいなということで、お願いして、今回約1600枚の絵を並べてみんなに見てもらいたいなと思って、必ず感激しますんで、ぜひ来てほしいと思います。ギャラリーに来る人来る人がびっくりする知的な佐々木さんのペインアートの世界、軍勢スクエアの集い蔵で11月3日金曜日祝日から5日日曜日まで午前10時から午後5時まで開催しています。入場無料です。最終の日曜日だけ午後4時で終了します。